はい、全世界怪獣ファンの皆様こんばんは。オタク怪獣惑星第3回イエーイ。いやー、第3回になりましたよ。ね、ぼちぼちね、上げていくんで、まあ週1ぐらいに上げれたらいいかなって思ってぼちぼちやってるんですけどね。はい、今日の怪獣は前回言ったこの、はい、ベムラーでーす。はい、これね、まあ有名っちゃ有名なんですけどね、やっぱ一般の人にはね有名じゃない怪獣なんですよね。これね、ウルトラマンの第1話に登場した怪獣でして、まあね、こいつをきっかけにウルトラマンのストーリーが、ウルトラマンが地球上に来て、そしてあのハヤタが変身するっていうことになるんですよ。うん、どういうことかっていうと、どうもこいつはね、まずね、何かっていうと、その、なんじゃろう。地のものでも、突然変異でもなく、こいつ宇宙生物なんですよ。もう見た感じなんか、地のものっぽいでしょ、なんか。でも、宇宙生物。で、どうも宇宙で悪いことしたみたいで、あのウルトラマンにね、このウルトラマン先生に追っかけられるわけですよ。わーってわーって追っかけられるっていうか、怪獣墓場に連れて行かれてたんですよ。こう捕められて、やーってビューって、で、まあ本当はこう赤い玉と青い玉で表現されてるんですけどね、わーって連れて行かれてたんですよ。やーって、ただこうベムラー、こいつがですね、逃げまして、逃げたんですよ。逃げて地球に降り立って、で、その後、このハヤタを殺すわけです。殺すっていうか、まあ、一応地球防衛隊っていうのがね、設立されてまして、その頃に。で、彼に乗ってる、メカを破壊して、あ、死んじゃうんです、プッシュって。で、殺されたんですけど、こう、ウルトラマンがね、こう、なんか、ちょっと再現されてるな、これ。こんな感じで、すまないことをした、で、君にね、命をあげよう。何？命をくれるのか？みたいな。でね、ウルトラマンがね、一応謝罪するんですよ。ぶっ殺した、ね、自分のが取り逃がしたせいで殺しちゃったんで、すまねえ、みたいな。で、お前に命やろうって言って。で、その後の展開がちょっとおかしくて、その代わりな、俺の代わりにウルトラマンと戦ってくれって。おー、分かったみたいなさ、簡単にこう承諾してしまうわけです、ハヤタは。で、その後、こいつと戦って、ハヤタと融合したウルトラマンがこいつと戦って、ベムラを倒してフィニッシュと。そんな感じの一対一が出てくるね。記念すべき怪獣ですわ。で、このソフビは、多分ね、2004年とかそのくらい、2000年以降のソフビで、まあね、心臓系なんでよくできてるんですよ。見て、この母孫が。こうね、目がね、どこ向いてるかわかんない、ちぐはぐなところとか、例えばね、ここのスーツのシワとか、1000円ないで、このレベルのソフビが手に入るのは、本当にすごいと思った。もう正直感動したもんね。わぁ、これすげえなって。なんかもうね、この怪獣自体にやっぱりこの第一話っていうことで思い入れもあるし、まあね、スタイルもいいし、で、このソフビの出来も めちゃくちゃいい。残念なことにね、このサイズのソフビはもうね、生産停止になってしまって、2013年以降は作られてないんですよね。ウルトラ怪獣500シリーズとして、ちっちゃくなっちゃってるんですよ。だから、ちょっと寂しいですわな。はい。うん、どうですか？皆さんもこうしてこう前から見ると、こう独特な顔してますよね。手がちっちゃいところとかも特徴的ですね。デザイナーは成田徹。もうほとんど成田徹だね。怪獣デザインはね。ウルトラマンとかウルトラセブンあたりまでは。獅子をね、こうイメージしたデザインらしいですよ。どうですか？獅子みたいな顔してます？あ、こっから見ると顔すっごいな。これいいな。どうも、ベムラーです。というわけで、
今週はここまで。来週の怪獣のご紹介いたします。では来週はね、ようやくですよ、ようやくあのね、誰しもが知ってる怪獣に行きたいと思います。なんとじゃじゃん、バルじゃなくて、はい、バルタン星人先生です。これは誰でも知ってる怪獣だね。もう全世界、誰でも知ってるんじゃない、もうほとんどの人が知ってるんじゃないの、というわけで来週はね、やっとメジャーな怪獣が出てきました。バルタン星人でお会いしましょう。さよなら、バイビー。